皆さん、こんにちは。今回は初心者向けの動画です。初心者向けの動画としては3ヶ月ほど前から何本か動画を出しており、基本的にはそこで紹介している攻略は変わっていません。ですがそこで語っている攻略は長く参考にできるよう抽象的なものが多く、実際にどんな風に進めればいいのかという具体的な進め方に関しては、そこまで詳しく触れてはいません。なので今回は1周年から始めた人向けに具体的な進め方について解説していきます。1周年イベントの報酬配布キャラ、PU キャラを使用した攻略になるので、1周年イベント後は同じ攻略が使えない点には注意してください。目標は何日でイベントハードを攻略できる状態まで仕上げられるかの確認。とりあえずそこら辺までは動画にしようかなと考えています。ということで早速ゲームの方を見ていきます。まずはリセマラについて。今のニケではリセマラで最大70連のガチャを回せるようになっています。やり方としてはアカウントを作成し、チュートリアルを進め、ムービー後に来るチュートリアルガチャをスキップ。そのままガイド通りにメインストーリーを進め、メインストーリー後に1まで進めます。そうするとメールが解放され、プレゼントを受け取れるようになります。それとロビーに戻ってもらえる10連チケ、スノーホワイトを回収し、その後右上のベルマークから見える CDK 入力画面から、ジュエル、チケットがもらえる CDK を入力していきます。その後メールから報酬を受け取り、ガチャを回していきます。現状回せる回数は PU ガチャ最大60回、一般工場ガチャ20回、リセマラをする場合計80回で目当てのキャラを狙っていくことになります。ちなみにガチャの引き方で一つ注意があります。それがチュートリアルガチャはリセマラでは引かないこと。チュートリアルガチャは初期から実装されている SSR キャラが1体確定で手に入るガチャですが、リセマラで狙うべきピルグリム所属のキャラはこのチュートリアルガチャからは出てきません。SSR 確定は貴重なので、目当てのピルグリムを手に入れた後に、チュートリアルガチャを引く分には問題ありません。なので先にピックアップガチャの方を引き、そうすることで出現する、チュートリアルガチャではない一般募集を30回回す。これがリセマラの基本になります。ではリセマラで狙うといいキャラの紹介をしていきます。以前の初心者向け動画で紹介したチュートリアルで狙うキャラ一覧はこちら。ここに最近実装されたキャラ、今回の新キャラであるレッドフードを加えると、こんな感じになります。で、現在のリセマラの選択肢は大きく3つ。1つ目がこのモダニアを狙ってのリセマラ。モダニアはリセマラで狙うキャラとしては頭一つ抜けて優秀で、いるのといないのでは進行度が大きく変わるキャラです。しかしネックになるのはその排出率。このキャラ単体の排出率は 0.0625%、リセマラで80連できる現状でも、確率通りに進んだとして約7時間のリセマラを覚悟する必要があります。通常時のリセマラでは20回かそこらしかガチャを引くことはできませんが、今回のイベント中は80回引けるので、間違いなく今がモダニアをリセマラで手に入れる、最良のチャンスではあります。なのでおすすめではありますが、そこまでリセマラをやりたくないという方におすすめなのが次の選択肢。それが今回ピックアップされているレッドフードアルファを狙ってのリセマラ。今回ピックアップされているレッドフードはピルグリム所属キャラで、性能も初心者に扱いやすく、排出率も 1% とそこそこ高いので、レッドフードを狙ってのリセマラであれば簡単に終わります。今回はリセマラでレッドフードのみ当てたことを想定して進めていきますが、レッドフードと他に SSR を何人か手に入れるとさらに進めやすくなると思います。ではリセマラが終わった後の流れについて、とりあえずリセマラが終わったらフレンドを30人集めておきましょう。このゲームのフレンドガチャは1日3回分のポイントが入手でき、工場を期したピルグリム以外の SSR キャラが計 2% の確率で排出されます。そのためフレンドポイントの送受信はキャラクターを増やす手段としてかなり重要。フレンドの追加方法は検索欄からおすすめフレンドに対して、片っ端から申請を送るだけでいいです。フレンド追加の他にも最初にやっておくとちょっとだけ後が楽になることがあります。それが設定の変更。変えておいた方がいい項目が次の4つ。1つ目が画面の振動の OFF。2つ目が照準補正設定エイムアシストの ON。3つ目がニケの自動切り替えの OFF。その次はグラフィック側の設定に移り、最大フレームの設定を60にしておきます。これらの設定をしておくことで、今後の戦闘が少しだけ楽になります。あとはもう一つ、開始直後にイベントへ参加しておくと楽になることがあります。イベントストーリーも面白いのですが、このイベントでは育成素材も大量に手に入ります。イベントストーリー自体はレベルを上げなければ攻略できませんが、レベルを上げなくてもある程度まで攻略できるコンテンツがいくつかあります。その一つがイベントのチャレンジモード。
チャレンジモードはレベルが強制的に固定されるため、レベルが低くても関係ありません。レベルが高いチャレンジは装備やスキルの強化が必要になりますが、レベル1であれば開始直後の戦力でも頑張れば倒すことができます。おすすめの編成がこちら。配置順が変わるとオートでの発動順も変わるのでこの順で編成しましょう。BGM の潔み定評のあるランドイーター君。戦い方は簡単です。基本的にスキルはオートで OK、射撃は自分で狙いを定めた方が戦いやすいです。まずは前半の第一形態、ランドイーターは4つのパーツを持ちます。中央、左右、上部の4つのパーツを全て破壊すると次の形態に移行するので、ここではとにかくそのパーツを壊すことに専念しましょう。ミサイルが大量に出てきますが、スノーホワイトのスキルで落としてくれるので、これは無視しても問題ありません。すべてのパーツを破壊したら次の形態へ移行。ここでは3つのコアパーツが出現するのでそこを重点的に狙っていきます。チュートリアルでもやったと思いますが、たびたび出てくる赤丸を破壊し損ねると強力な攻撃が行われるので、赤丸は必ず破壊するようにしておきましょう。それ以外はとことん殴るだけで大丈夫です。ある程度 HP を減らすと第3形態に移行しますが、そこでの行動は赤丸を破壊するだけで、貫通できるので、特に気にする必要はありません。焦らずそれを繰り返して HP を削り切ったらクリア。クリア報酬として大量の育成素材が手に入るので、この育成素材を使ってレベルを上げることでメインストーリーがさらに進めやすくなります。ちなみにこのチャレンジは毎日挑戦できます。レベルが高くなるほど報酬も多くなりますが、さすがに始めたばかりでは難しいので、イベント中は勝てる最高のレベルのチャレンジを毎日クリアするようにしましょう。あとはレベルを上げてイベントストーリーもできるだけ進めておきましょう。こちらは開始直後にやっておく必要はないですが、1日5回のスタミナが与えられているので、毎日忘れずに消化しておく必要があります。また、このステージはメインストーリーと同じくレベル戦闘力が物を言うステージです。そのためレベルを上げる必要があるのですが、ここでちょっとしたおすすめのレベル上げについて、レベル上げは戦闘力を上げる目的で、平均的にレベルを上げるのがおすすめですが、実は戦闘力が多少下がっても強力なアタッカーの1、2人のレベルを上げた方が、アタッカーの攻撃力が高くなり、ステージを楽に攻略できることがあります。今回の動画では、アタッカー2人レッドフードスノーホワイトのレベルを、編成の平均レベル10、20まで上げた状態で攻略をしていきます。この時点ではイベントシナリオは戦力的に3話くらいまでしか進められないので、ちゃちゃっと進めてしまってメインストーリーを進めに行きます。ここら辺でニケの基本的な進め方について説明しておきます。ニケの基本は放置ゲー、育成してニケを強化し、強化したニケでストーリーを攻略し、放置報酬を上げてニケをさらに育成する。このループで徐々に進めていくゲームなので、メインストーリーの進行度が育成速度に直結します。なのでとりあえず1にも2にもメインストーリーを進めましょう。メインストーリーが面白いのもこのゲームの魅力の一つですし。メインストーリーを攻略する編成はとりあえずは先ほどと同じこの編成でいいです。最初のうちは何も考えずオートで進めることができるので、とりあえず詰まるところまで進めてしまいましょう。そんな感じで進めていたらいつかは負ける時が来ると思います。その負けている原因のほとんどが戦闘力デバフによるもの。ステージの基準戦闘力に比べ編成の戦闘力が低いほどニケのステータスにデバフがかかります。そのデバフに対抗する手段は3つ。1つがキャラを育てて戦闘力を上げる方法。もう1つが自分で操作を行うこと。自分での操作は次回に詳しく話すとして、今回は戦闘力を上げる方法について語ります。戦闘力を上げる方法としては大きく6つあります。1つ目がレベル上げ。基本的には放置報酬で上げることになりますが、ストーリーのクリア報酬や、ストーリーを読んだ時のミッションの報酬で、ある程度まとまった数が手に入ります。なのでまずはこの報酬を受け取り、その素材でレベルを上げて、もう一度負けたステージに挑戦するというのがいいですね。他に育成素材を手に入れる手段としては、放置報酬のまとめて殲滅それと資源ケースを開けるという方法があります。まとめて殲滅は1日1回無料で行え、その時の2時間分の報酬を即もらえます。まとめて殲滅は1、2回であれば消費ジュエルも少ないのでおすすめですが、無課金で進める場合160の壁がネックになるのでよほど急いでいる場合ではない限り、無料分の殲滅に留めておいていいでしょう。もう一つの手段である資源ケース。このケースの入手手段は多岐にわたりますが、まとめて手に入るのはイベントストーリーの反復クリア報酬。それとシミュレーションルームで手に入るバトルデータケース。
あとは共同作戦の報酬を鉄くずショップで交換する、ここら辺ですね。イベントのクリア報酬はバトルデータ、クレジット、コアダストケースの中からどれか一つを選択して手に入れることになりますが、とりあえずコアダストを優先して集めましょう。この資源ケースやまとめて殲滅もストーリーを進めると報酬が増えるので、できる限り進めてから開けるのがいいのですが、序盤で手に入るケース数ではそこまで大差はつかないので、詰まったなと感じたら開ければいいのですが、一つだけ注意した方がいいことがあります。それがタクティクアカデミーの進行度。全勝基地にあるタクティクアカデミーを進めると手に入る資源が最大 45% 上昇します。アカデミーを進める前と後では報酬量が大きく変わってくるので、アカデミーは進められるだけ進めておきましょう。タクティクアカデミーを進めるにはクレジットと施設の建設が必要になります。この建設はメインストーリーの遺失物で手に入る設計図を使うことで、建築することができるようになるので、メインストーリーの遺失物集めも、なるべく優先して行う必要があります。レベル上げに関してはこんなところ。次の強化要素は装備の強化。装備は基本的に1日3回挑戦できる迎撃戦にて集めることができます。このボスに与えたダメージが大きいほどより強い装備が出やすくなりますが、レベルが低いうちは討伐は難しいのでメインストーリーが詰まったら、早めに消化してしまっても大きな問題にはならないと思います。逆に迎撃戦ドトズはレベルさえ上がると結構簡単にクリアできるようになる。ちなみにドロップした装備は強化することもできます。ですがティア7装備までは早いペースで入れ替えるのでわざわざ強化する必要はありません。強化済みの装備を素材に使うと強化に使った経験値は若干返ってくるものの、先ほどのアカデミーでも使う貴重なクレジットは返ってこないので、装備の強化は慎重に行うようにしましょう。ちなみに9章の半ばで迎撃戦図という迎撃戦図の上位難易度が解放されます。解放された直後では全然削ることができませんが、図の最低報酬度の最高報酬なので、解放されたら図を優先して行いましょう。装備での強化についてはこんなところ。では3つ目の強化要素に移ります。それがメインストーリー5章の半ばで解放されるリサイクルルーム。ここの研究レベルを上げることで、対応するキャラのステータスが上がります。上昇量自体はビビたるものですが、固定値での上昇のため低レベルのうちは、かなり大きな戦力の増強手段になるでしょう。で、この強化素材の入手方法について、大きく2つあり、1つ目がガチャの被りで手に入るボディラベルを交換するショップ。こちらでも売ってはいますが、基本的にこのショップでは、50個集めたら SSR が 60% で手に入るハイクオリティモールドを交換する方がいいので、ボディラベルショップでコンソールを買うことはあまりお勧めしません。もう一つがイベントマップから入れるイベントポイントショップで手に入れる方法。こちらのショップではガチャチケットが売っているのでそっちを優先したくなりますが、ガチャチケは単価が高く設定されています。イベントのハードまで攻略するのであれば結局後から交換できるので、とりあえず安いコンソールを交換して手っ取り早く確実な戦力強化を行うのはおすすめ。では4つ目の育成手段、スキル上げについて、1日1回挑戦できるシミュレーションルームで手に入る素材で上げられます。ここから必要になる属性コードはアリーナショップで購入することになる。こちらは戦力上げの手段としては微妙ですが、その代わり低戦力でもクリアしやすくなります。とりあえず序盤のうちは強いキャラのスキルを均等に上げていけば OK。ただしこの素材は結構貴重なのであくまで穴埋めの SR キャラには、使いすぎないようにしましょう。詳しい強化の優先度はキャラごとに変わるので、気になる場合は概要欄の域を参考にしましょう。シミュレーションルームの攻略としては、ピルグリムや火力型のマークのついた攻撃力上昇系のバフをとりあえず集めましょう。また同じマークのバフを集めると効果が上がるので、なるべくそこを意識しておくといいですね。各ステージのボスを倒して終了すると EPIC 以外のバフを一つだけ持ち越しできます。ちょっと面倒ですが、強いバフを集めると戦力的に格上のステージもクリアできるので、時間が余っている場合はやってみるのもいいかも。ちなみにシミュレーションは上位のステージをクリアするとそれ以下の報酬をすべてもらえます。なので戦力的に余裕があれば一番上のステージをクリアするだけでいいので時短になります。次の強化要素はキューブについて、メインストーリーを3をクリアすることで解放されるロストセクターをクリアすると、キューブという2ケの追加装備が手に入ります。キューブにはそれぞれ追加効果が設定されてますが、序盤ではキューブによるステータスの上昇が最も重要です。ロストセクターを進めていくと、キューブのレベルを2まで上げられるので、なるべくロストセクターは早めにクリアしておくようにしましょう。ちなみにキューブはユニオンレイドソロレイドで、さらにレベルを上げることができますが、
始めたばかりではなかなか当てにはしにくいので、とりあえず頭の片隅に置いておけば OK。 では最後の強化要素、好感度上げについて。ニケにはそれぞれ好感度が設定されており、好感度を上げるとステータスが上昇します。この好感度には上限があり、限界突破の回数で変わります。限界突破0回無凸であれば好感度の上限は10、そこから1凸増えていくごとに好感度の上限は10ずつ上がっていき、通常のキャラは2凸好感度30、上限が最大です。ピルグリムのキャラであれば3凸まで好感度は上がり、最大40まで上げることができます。好感度によるステータスの上昇量は固定のため、特に序盤では恩恵は大きいですが、問題が好感度を上げる手段。好感度を上げる手段は2つあり、1つ目が面談により上げる方法。面談でニケの望む答えを選択することで好感度が1日最大100上がりますが、面談は1日1回しかできないため、短期での戦力上げには適していません。もう1つのプレゼントによる好感度上げであれば、1日に何ルブでも好感度を上げられますが、問題となるのがそのプレゼントの入手方法。大きく3つあり、1つ目が突発イベントの毒用。全勝基地ではスタミナを消費して読めるイベントがあるのですが、それを毒用すると好感度チケットがもらえます。スタミナがあるためこちらもまとまった数が入手しにくいのが問題ですね。もう1つがメッセンジャーの毒用。メッセンジャーではサブクエストとニケとの会話ができるのですが、サブクエストを攻略すると企業部隊別の好感度アイテム。ニケのメッセージを読むとそのニケ好感度の上昇または汎用好感度アイテムがもらえます。こちらもコツコツ取得していくタイプですが、突発イベントに比べると、比較的早く集まります。最後がショップでの購入。定期イベントである共同作戦その報酬を交換できる鉄くずショップで、好感度アイテムを定期的に入手できますが、こちらは期間限定イベントなので今回の攻略ではなるべく使いません。チケット以外の報酬もかなり美味しいので、もし共同作戦が開催されているなら忘れずに参加しておきましょう。ということで育成に関するコンテンツは以上。育成に直結はしないものの、やっておいた方がいいコンテンツもありますが、時間がかなり長くなってしまっているので簡潔な紹介だけでも、まずはメインストーリーを20突破で解放される解放システム。赤、青、緑のニケの中から好きなキャラを選んで解放させるシステム。とりあえず最初は緑ギルテを解放させれば後悔することはないと思います。次にタワー。タワーにはトライブタワーと企業タワーの2種類がありますが、企業タワーは企業ごとに1日3回しか登れません。プリバケが手に入るデイバイデイの条件にもなっているのでできるだけクリアしておきましょう。トライブタワーは特に制限はないので、時間の空いてる時に攻略していけば OK です。最後がハード攻略。メインストーリーはハードモードがありますが、このハードモードをクリアすることでも放置報酬は上げることができるので、手が空いた時に攻略するようにしましょう。ということでこれまでの話をまとめるとこうなります。やることがかなり多いので、自分のプレイスタイルに合わせて、どの程度攻略するかを考えることが重要ですね。ちなみに現在このアカウントを作成してから6日が経っていますが、この時点で戦闘力は2万3000まで上がっているので1週間以内のイベントのハードモード攻略は、要求戦闘力は3万3000程度なので1週間はちょっと厳しそう？次回以降の動画ではガチャや石集めの方法、手動戦闘での攻略や、難所ボスの攻略などを何回かに分けて動画にする予定です。他にいやこれ知りたかったんだがということがあればぜひコメントで教えてください。とりあえず序盤のおすすめウィッシュリストを載っけておくので参考にしてください。選出のコンセプトはストーリー攻略スノーホワイトとレッドフードの B さんが、揃っていることもあり、バーストさんの優先度は低めに設定して考えています。ということで今回はここまで。また次回お会いしましょう。